グランディスオークワガタは、高う注目、クワガタムシカ、オークワガタ属、オークワガタ属の一種であり、三ア種に分類されている。種小名のグランディスとは、偉大なという意味である。体長は、オスが32.7から92.0ミ、mm、リメートル、飼育か95.0ミ、mm、リメートル、メスが32.0から54.5ミ、mm、リメートル、オークワガタ属では、最大の大きさを持つ。 野外ギネスは9 2 0ト、mm、ル。体の横幅があり、大顎が太く、強く湾曲している。日本の大ガタなどの大顎の内派は、大型個体になるほど前方に位置するが、本種の内派は、どの個体でも真ん中の付近に位置する。また、原名ア種では、全境セータの前縁が斜めに切れているという特徴がある。ラオス、ベトナム北部、ミャンマー。 インド北東部、中国南部、台湾西中は夜行性であり、木の樹液を餌としている。オスは樹液が出る大木のほらなどを縄張りにしている。用心深い性格であり、小さい物音でも隠れてしまうと言われている。しかし、いざとなった時は勇敢に戦い、スマトラオオヒラタクワ型やコーカサスオ,オカブトなど、世界的に見て、 最強軍のカブトクワガタにも引けを取らない戦力を発揮する。メスは繁殖のためオスの縄張りや産卵場所を探して飛び歩くのでメスの方が10に飛来すると言われている。幼虫は倒木や立ち枯れの地上部分の朽木の中で生活しその朽木を食べて育つ。日本のオークワガタなどと比べてやや湿度が高い朽木を好む。原名アシュ、ミャンマーアシュでは 標高1500メートル以上の比較的に標高の高い地域に生息し、ラオスではクルビデンスオークワガタと混成していて別種であることが確認されている。クルビデンスオークワガタの方が生息範囲が広い。台湾の種では平地から山地まで生息し、シェンクリンオークワガタと同じ地域に混成しているが、シェンクリンオークワガタの方が優位な力関係にある。 ミトコンドリア DNA の解析結果から、グランディスオークワガタと、ホッペオークワガタとは最も近縁であることが明らかになったが、ホッペオークワガタとの混成地域は、まだ見つかっていない。クワガタブームの到来によりラオス産の個体が日本へ入り始めた頃、輸出のために、現地の人々が収入源としてクワガタ捕獲し、大木を切り倒していることが、社会問題となり、 環境への影響が懸念されたこともあるが、現在は、このようなことはない。また、グランディスオークワガタは、日本のオークワガタと交雑することが確認されているので、生態系への影響が懸念されている。1926年から広く知られていたが、1995年に、ラオスから日本に標本が入り、分類学的な位置づけが再確認された。ありがとうございます。